え、皆さんこんにちは。こんにちは。トランコ2人でーす。鈴木オフプロをですね、はい、お招きしまして、はい、今回バーチャルツアー X と、はい、こういうものを投球していただいたんですけども、まあ、非常にこうバーチャルって種類が出てる中でも、まあ、今回も R3S とこういうパールリアクティブなんですけども、まあベース的には皆さん記憶があるようなバーチャルツアーストライク V みたいなね、はい、そういう系統と非常に似てるようなボールで、まあ投球していただいたコンディション、まあやっぱり42フィートとこういう形だったんですけども、はい、まあ鈴木プロのレイアウト、まあ非常にバックエンド重視のレイアウトだったんじゃないかなと。で、石原プロのレイアウト、まあ球なりに一番強いっていうレイアウトだったんですが、鈴木プロ、今日投げてみた感想は、はい、いや、バーチャル好きです。ね、で終わっちゃうのとこで、バーチャルは、やっぱ名前が、バーチャル来たみたいな感じなので、投げてる感想は、はい、もうすごいやっぱりもう安心して、安心してもう投げれました。なんかボールの特徴はそれで終わっちゃうの。喋っていただけたなと思って、はい、私はもう投げての感想です。でもなんか今回ボール、うん、これ投げてって言って送って、はい、もうすぐ300点、そうなんです、パーフェクト出ました。おー、はい、ね、はい、非常になんか熱いエールが送られてきた感じでね、はい、まあ、やっぱり300点っていうの出るっていうのはやっぱり鈴木プロのイメージに合ってた感じ。そうですね、イメージしやすいボールでした、うん、まあ、それがこういいっていう、はい、うん、はい、なるほどなるほど、ちゃんともう右に向けて先が来る、なるほどなるほど、転がってちゃんと、はい、もう良かったです。今のがボール説明ですね。はいはい、はい、石原プロ、これちゃんと説明していただけますか。お願いします。そうですね、まあこのバーチャルシリーズはね、ずっと長い間皆さんに人気があって、うん、まあ久しぶりにね、はい、出たんですけども、今回は R3S パールということで、またさっきの、うん、今回の撮影の中でもね、うん、今日のこの順にやっぱりまた非常に、まあ、準備してたのかなというふうに思いますし、非常に扱いやすく、はい、投げやすい、ボールですよね、やっぱりバーチャルというのは。だから皆さん、まあ、使ってた方はね、あ、久しぶりに出たっていう感覚があると思うので、ぜひまた R3S なんで、はい、以前よりちょっと強くなったらどうですね、うん、僕は逆に使いやすい感覚はしますね。まあ、やっぱりこうバーチャルっていう代名詞の C ブロック HD と、はい、こういうこのコアなんですけど、はい、まあ元祖に近いぐらいマスバイアスっていうのはね、はい、この辺からやっぱり強調されてるボールなんですよね。まあ、でそのコア形状からするとマスバイアスがついてるっていうボールの割には、はい、変にこうカットしてない、はい、だから基本的な動き、まあ多分鈴木プロも石原プロも感じた、走るとこ走って転がるとこ転がって曲がるとこ曲がってと、こういうのね、まあ変に余分なことをしない、うん、そうですね、全然余分な曲がりも抑えられてるし、うん、まあ、曲がんないっていうわけでもない、はい、まあ、非常にその辺が、まあ、中間って表現でいいのか、うん、まあ、使いやすいっていうのか、うん、そういう表現でいいと思うんですけどね。なるほどね、はい、まあ、これ1年に1回ずつぐらいこう販売するんですけども、結構ね実は待ち望んでたよっていうのね、ファンがやっぱいて、まあやっぱりこう、まあ、古き良きっていうわけじゃないんですけど、やっぱりロングランには訳があるよと、こういうようなね形でやっぱり非常に待ち望んでるっていう形のね僕らが非常に多いんですよ。でそういった意味じゃやっぱり今回バーチャルツアー X、 まあ R2、R3 とかっていろいろあるんですけども、まあベース的にはめちゃめちゃオイルに強いわけじゃないんで、まあやっぱりもともと持ってるバーチャルの動きしますから、皆さん本当にいいと思いますよね。
常に鈴木プロ、はい、イメージなんですけど、はい、今回のバーチャルツアー X はどの位置に？ここです。ズバリ決まったね。はいはい、わかりました。続いて石原プロシリーズなんですけども、はいはい、バーチャルってすごいいっぱいあるんで、まあこう代表的なとかそういうのを入れてもらったんですが、はい、今日バーチャルツアー X はどの位置に？そうですね、 R3S なので、まあ僕もズバリ言っちゃうことで。はい、わかりました。相模原市のビブゾーさんから、はい、これね石原プロに質問なんですけど、はい、ぜひ鈴木プロに答えてほしいな。まあ一緒に答えてほしいんですけど、はい、まあ、同じような形だったんでね、はい、まあ、いつも楽しみにして見ておりますと、はい、去年15年ぶりにボーリングを復活させて、はい、やっと阿部190を超えてきましたと、はい、すごいね、うんうん、普段リスタイを使って投げてるストローカーですと、はい、全てのプロにお聞きしたいのですか、はい、ということだったんでね、はい、最近親指の抜けに悩んでます、はい、サイズはきっちりとテープで合わせているのですが、まれに抜けなくなることがありますと、はい、一度抜けれなくなると、うん、抜けが悪くなるとですね、はい、どのようなことでも抜けなくなってしまう、はい、のまあ、抜けなくなって抜けるのが分からなくなるっていうのかな、で怖くなってさらに抜けなくなる悪循環になってしまい、うん、親指の抜けに関してどのようなことを注意して投げればよいのか、うん、どのようなところを意識して、いるのかをこう教えてくださいと、うん、でなんで鈴木プロにって言ったら、これリスタイアキオさんつけてないんで、そうですね、はい、鈴木プロにもちょっと最初に答えてほしいなみたいな、はい、難しいですね、ね親指の抜け、はい、うん、はい、私きっちりが好きなんですけど、はい、やっぱ実際抜けないのが怖いっていうのもあるんですけど、はい、やっぱ汗かいたりとか、はい、やっぱむく暑くてむくんできたりとかするんで、うんうん、うーん、そういった時はちょっと1枚なんか中ぐらいの大きさのテープを剥がして、うん、あの細いテープを貼って、うんうん、でちょっとずつやってます。まあこうなんかこうなんかそこで注意するって言ったらそういうテープ的な、テープってそうですね、はいはい、投げるのを意識は逆に意識しすぎて抜けないこともあるんで、あ、はい、意識しないようにする逆に、はい、私はそうですね。石原プロは？そうですね、まあ親指の抜けって非常に重要なところなんで、はい、いろんな調整の仕方あるとは思うんですけども、最初に抜けて抜けなくなる、まあ、いや指っていうのはやっぱり必ず変化すると思うんですよ、うん、だその時に合わせて例えば、まあ、
テープの調整をするとか、まあ、抜けなくなった場合には、まあ、とりあえず1枚取ってみるとか、あとはそうですね、汗をかいたり、もしかしたら逆に言うと違うケースなんかでフィンガーが例えばあんまり緩すぎてね、親指がぴったり感あると結構親指の抜けが悪くなったりっていうこともあるんですけども、でいろんなやっぱりケースがあると思うんですけども、まあ実際本来しているんであれば、どっちかというと普段実際をしてない方よりもちょっとスパンが遠めに感じるはずなんですね。そうするとやっぱりちょっと抜けやすいくなるとは思うんですけれども、それでも抜けなくなるってことは、まず一番まあ何とも言えないんですけども、見てないので、まず親指の調整、やっぱりテープ貼ってらっしゃるんだったらテープの調整をするっていうのがまず第一に、やっていただけるといいかなと。でそれで、まあ、まず軽く投げていただいて、どういうふうに、抜けるか感覚があるのかっていうのをチェックしていただいて、でそれでも必ずもう緩いんだけど抜けなくなっちゃうとか、まあ、もしかしたら投げ方に原因もあるかもしれませんし、ボールの、開けた時のピッチにも影響があったり、スパンにも影響があったりっていう可能性があると思いますので、あえてまあそのどうしても違和感があったり抜けないっていうことがあったら、リラーさん、プロショップのオペレーターさんにもう一度チェックをしていただくか、その辺の、スパンはどうなのか、ピッチはどうなのか、サイズはどうなのかっていうものを一回チェックしていただけるといいんじゃないかなというふうに思いますけど、まあ、あの時代の背景でやっぱ道具がすごい進化して、まあ、背中に貼るテープとかね、ホールの打ち方に貼るテープ、背中に貼るテープなんかもね、結構いろんな種類があるんで、まあちょっと試してもらってもね、いいし、まああんまり考えない方がいいのかな。だからどうしてもこう調整で済むんであれば、やっぱそういう調整は必要だとは思うんですけど、もしかしたら、違う原因があるかもしれないので、その辺は、近くにいらっしゃるプロボーラーか、またはドリラーさんにちょっと相談していただいたらいいのかなというふうに思いますけど。まあ、本当あんまし悪循環になると ね、どうしても良くないんでね、はい、まあもう考えないって言い方変なんですけど考えてもらってもいいんですが、やっぱりねそれの繰り返しじゃね、やっぱ楽しくボウリングできないんで、ぜひね相談してみてほしいなと、はい、そう思います、はい、で、最後の質問、はい、愛知県の、ハンドルネーム、まあ、IH さん、はい、日々ボウリングの練習に励んでますと、はい、でその中でボーリングをやる上で、はい、まあ、怪我について困ってますと、はい、私がした主な怪我は手首の脱力によりボールが手より遅れ手首の筋を痛めてしまったこと、そして踏み込み時に股関節付近が、はい、まあ、痛むことがあるということですと、いずれも投球フォームや準備運動、はい、筋力不足などではないかと考えています、はい、そこでプロがやっているトレーニング、はい、準備運動などを教えていただければと思ってますと、はい、何か注意すべき点などありましたらアドバイスお願いいたしますと、はい、こういうことなんですけど、これもぜひ鈴木プロから。おー、はい、怪我したことないんです私。あ、そうですか、丈夫だと思いますそれはだと思うんですけど、まあでも準備運動しない方が多いんで、実際ボウリング見てると、手首足首やっぱ股関節は大事ですね。こうあのこう立って足をこう回す、両方回すとか伸ばすとかやっぱした方がしてます、私は。なるほど、はい。フィッシャーくんは？そうですね、僕も股関節を1回痛めたことがあるんですけども、はい、まあ、その股関節に関しては、やっぱり腰の可動率が悪くなると、やっぱり腰が固まってきたりするとやっぱり股関節の動きも悪くなるので、そのせいで僕は痛みを出たことがあって、やっぱりある程度年齢が行ってくるとですね、やっぱり筋力も落ちてくるんで、昔はそれ耐えられたものがやっぱり耐えられなくなってきてるっていうところも非常にあったんですね。でそういう上でやっぱり、最低限の
っぱりトレーニングっていうのは必要になってくる、うん、でもトレーニング必要なのかなっていうふうに、やっぱり言われてるんで、うん、無理のないトレーニングでいいと思うんですね、うん、である程度やっぱりストレッチとかは十分やっていただいた方がいいと思います、うん、まあそのストレッチ、まあ、使うところのことに関してはストレッチ今皆さんやっぱりネットでも何でも出てますので、うんうん、そういうも一つの方法だと思いますし、ぜひそのストレッチは十分やっていただいてから投げて、まあ、徐々に投げていただくのは僕はいいと思います。でやっぱりスポーツ選手っていきなりは投げないですよね。でかえってそういうなさってなかった方の方がいきなり投げたりっていうところがあるんで、できる故障を防ぐ意味でもやっぱりストレッチだったり、やっぱりその日々、まあ、例えば多少のトレーニングをするんであれば、やっぱり膝の上の、スクワットをしてみたりとか、やっぱり稼働率をとにかく上げることによって、その怪我っていうのは防げると思いますので、ぜひできる限り、やっていただければいいと思います。で、まあ、故障が出るような投げ方というのは基本的に時々あるんですね。で、それもやっぱり見てチェックしていただくのも、もう一つの方法でもあるかなと。なんか変な癖とか。そうですね、あったりするんで、まあ、それでもし傷んでるものはもう休んでいただいて、痛みが取れてから、例えばストレッチでもなんかこう筋力にしても、痛い時にやるとかえって悪化したりするんで、痛みが取れてからですね、なんかチェックをしていただいたり、まあ、サポートする意味でもその、グローブですか、保護してくれたり、補助してくれたりするものを、使ってまず、治ってから始められたりとか、そういうことも、考えていったらいいんじゃないかなというふうに思います、はい、なんかでも今回鈴木プロ意外だったなと。何ですか。いやいや怪我がないよと。はい、怪我ないんです、うん、まだ若いからかな、うん、そう言いたいです、ね、でも本当ね、多分若いっていう部分でね、まあ、トレーニングって実は PBA の選手の方が日本よりやってるんですよ。でただやりすぎちゃって筋肉ムキムキになっちゃってるみたいなね、PBA 選手もいっぱいいるんですが、どちらかというと柔らかくするっていう方のがね、筋力をつける力をつけるっていうより柔らかくするっていう方がね、やっぱボウリングの方が合ってるのかなと。そうですね。でストレッチもやっぱり自分のやっぱり体の活動とかいろいろあるんで、うん、もうとにかく無理しないでストレッチはしていただいて、もらえればいいかな。でやっぱり自分は必要以上にこう無理なことをしないことが一番だとは思いますので、僕もまあ今の中で腱鞘炎もやりましたし、まあさっき言った股関節もやりましたし、一応やってたんで、まあそれなりのサポートをしてあげるといいと思います。あとボールの重さなんかもあんましこだわらないで欲しいんですよね、はい、まあ無理して別に15投げる必要もないし、はい、14でもいいと思うし、中には13でもいいのかな、まあ、よくドリラーの方は変な人で男だったら15投げろなんていう人もいるんだけど、まあまあそれはねやっぱ体力に応じてで十分かなっていうふうにも思うんで、まあ一つのアドバイスがあるとしたらやっぱそういうところとかね、まあやっぱりこう相談するっていうことが非常に大切かなと。そうですね、はい、まあいろんな質問こういろいろ来て、まあ、お二人で答えていただいたんですけども、まあ、やっぱりこう人いろんな人の悩みがあるじゃないですか、はい、まあ、このビデオをご覧になっている方、まあ、石原プロトーナメントで、いたら私もこんな質問したいんだよとか、今日鈴木プロ喋り足りないんじゃないかなと思うんで、あったら質問ですって言ってもいいですから、はい、この以外でね、はい、やっていただければなというふうに思います。本当に今日は長い時間お疲れさんでございました、はいはい、ありがとうございました。質問どんどんください。はい。